元気？インスタライブしたっけ最近？すごく久しぶり、いつも久しぶり。こんばんは。グレイヘア移行期。なんかすごくない？画面の髪の毛の白さ。白髪に負けてもう黒くしないことにしましたから、髪の毛どんどん白くなっていく。さあそしたらさ、一応顔も膨張して見えるのかなって思ったんですけど、意外となんか白さが際立って、あ、なんか綺麗に見えるようになったんです。グレイヘア移行期、まあ、途中経過ですけど、あの脱色しまくったので髪の毛が細くなって切れて大変ですけど、まあでも私の髪の毛の割に耐えてくれたなって思うし、今も耐えてるなって思います。白髪が止まらない。だってもうね、染めてないのになんかこうてっぺん違和感ないっていうか、もう白いのしか生えてこないから。白いのしか生えてこない。こんばんは。今日はですね、あのそういえばと思って、その変えるべき自分と変わらなくてもいい自分の区別ってついてないんじゃないのかなと思ってインスタライブをしました。あ、嬉しい、明るい髪似合ってます、ありがとうございます。ドキドキしたけどね、なんとか。なんかマリちゃんが一応おしゃれに見えるようにはさ、バランス取ってくれてるんだけど、相当白いです私の髪の毛。もう白髪が止まらないです。はい、だったらね、もう開き直ってですね、あの白ベースにどんどん移行していきたいなと思います。あ、ランタさんついてません、区別ついてませんって今それで悩んでいました。何を変わればいいのか、まあ、ちょっとインスタライブしようかなと思ったのは、ちょっとなんか皆さんにも意見聞きながら、それは変えるべき自分、それは変わらなくていい自分っていうのを判断していこうかなと思います。なんでこの話をしようかと思ったら、今その私のプロデュースする化粧品の美人レーベルイシタリアシリーズ、あの5周年で今感謝祭をやってるんですね。で、それでそういえばイシタリアってその、まあ、今まであったんですけれども、そんな ドラッグストアに売ってるような安さではないわけですよ。で、研究開発費に結構時間とお金がかかってるので、あのお値段なんですけれども、人によっては高いっていう人もいるんですけど、そこさ、じゃあ本当に欲しかったらどうするのかっていうところでさ、考えた時に、なんか別に今これ例え話よ、美人レーベルのイシタリアシリーズっていっぱい種類あるじゃない。まあ、あの化粧品って割とこうシリーズがあるじゃない。その中で全部買わなきゃいけないわけでもないじゃん。これとこれさえあればとりあえずスタートができるっていうのを揃えればいいわけで、で次買えなかったらその時にやめてしまえばいいわけで、とりあえず欲しかったら使ってみるっていうそのステップ踏めばいいじゃん。で、目標がどこにあるかって言ったら、このシリーズをお金の糸目なく全部使えるように、好きな量を好きな分だけ使えるような自分になりたいっていうのがゴールなわけじゃん。
で、これだけその化粧品一つ選ぶにしろ、これだけのステップがあるのにもかかわらず、高いって言って終了の人っているなと思ったんですよ。で、例えば3年前に欲しいけどなかなか手が出ないって言ってる人が、じゃあ今になってもまた同じセリフを言ってるってことは、何にも成長してないじゃんってまだそこにいるんですかっていう、3年もあれば、あの欲しいその消耗品系ですね、生活に割と密着している部分の、あの品というものは割と自由に変えるはずなんですよ。で、私がこれ経験したのは、あの渡辺かりんさんの桜姫ショーツが2万円もしないけど、あれ2万円する？万は超えるんだよね、パンツ1個で万が万を超えるわけですよ。で、私本当に喉から手が出るほど欲しくって、で1枚買ったんだけど、1枚じゃ足りるわけないじゃん、気使って、あの気をつけて洗濯回さないと次の日も履けないじゃん。で、毎日履きたいってなった時に、じゃあ例えば1日洗濯するの忘れても次の予備があるみたいな状態で、さらにそこからあの種類を選んで柄を選んで履けるようになりたいとかってなったら、10枚くらいもう一気に欲しいわみたいな感じの思ってて、で絶対これを買える自分になるぞって思ったんです。で、下着なんか消耗品だから、もうハマってしまったらさ、また次のループでまた揃えたくなるじゃん。で、下着だからあんまりボロボロなやつ履いてちゃいけないなって、循環を著しく、あの自分で気をつけて循環していかなきゃいけないなって思ったら、まだ未来があるじゃない、次の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 ってなった時に、それ考えた時に、普通怖くなって手を出さない人もいるんですけれども、いや、これを毎回自由に何枚でも買える自分になりたいって思って、1枚ずつ努力してたら、もういつの間にか、もうなんなら今一気に100枚とか買えるわみたいなそういうそのステップの踏み方があるんだけれども、高いって思って買わないっていうのは、今までその常習的にやってきた自分自身なわけじゃん。で、そこから変える自分になりたいっていうゴールを考えた時に、やっぱ変わらなきゃいけない部分じゃん、そこは。もう今までの習慣を断ち切るっていう意味では、習慣は断ち切らないといけない、なりたい自分になるために。そこはまあ変わるところだっていうのは、まあ、想像つくと思うんですけれども、変わらなくていい自分の方が難しいと思うんですよね。いや、ほら、世の中さ、スピリチュアルでもさ、自己啓発でもさ、まあ、そうでもなくても、その道徳的なことでもさ、変わるのがやっぱり人として素晴らしいみたいな感じのニュアンスあるじゃないですか。でも変えちゃいけない部分ってどこなのかっていう、これ吉野経営塾のさやトレの第1回でもちょっとお話しさせてもらったんですけれども、まあ、また別の話として、ちょっとね聞いてもらいたいんですけど、もうそもそもさ、変えなくていい自分っていうのはさ、変えなくてもいい自分ってもうすでに潰れてる場合があるんですよね。嘘ついている、本当の自分がいるのにそこに嘘ついてるじゃない。で、こう本当の自分は変わらなくていいんだけど、嘘ついてる自分の方を変えていかなきゃいけないじゃん。
だからとっさにさ、人と関わった時に一番分かりやすいんですけど、だから自分一人でもう本当の私で生きていくとか言ったって、実際人と関わった時に嘘の自分出てくるんだから、それはもう人と関わりながら練習していくしかなくて、じゃあ自分だけでもう本当の自分で生きていくとか言っても生きていけないんですよ考えてるだけだから、思ってるだけだから、その実行実践の部分で他人と関わり合いを持った時に自分嘘ついてないかなって、で嘘ついてる自分の方をやめてって本当の自分の方を貫いていく、そっちが変えなくていい自分だから。例え話で言ったら、もう本当私普通に優等生だったので、人と関わるときに、なんかやっぱり相手から見てできないやつだって思われたくないから、なんかできる風を装うみたいな、とっさにで毎回やっちゃったなとか思うんですけど、今はもうそんなに出てくる場面ないのかな、思い当たる節がないんですけれども、まあでも目の前に総理大臣がいたら違うかもしれないですけどね。まあ親とか、あと気持ちいいなと思うのは、姑の前の自分、姑の目の前にいる自分が好きだったりするなんかストレートにスコーンって言うのは、多分姑もそういう人間性だから、なんか別に偽ることもなく、自分のままでいられるというか、でそれをまあビジネスの時にファンに対してもできるのか、あとビジネス的に関わる相手にもできるのかっていうのはすごい大事だなと思っていて、でもしかするとこの本当の自分のレベルがどこまで達しているかによって年商って変わってくるんじゃないか、お金の巡りって変わってくるんじゃないのかなと思っているんですよ。でお金が巡らないんであれば、変わってないっていうか、嘘ついてる自分だよ。で、嘘ついてる自分でお金回ってたとしても、幸せじゃないはずなんですよね。コメントが。あたたたた。出てくる、わかる。わかる？ランタさん、180度変わらなくてはならぬって思っていました。すべて変われって。自分に対して。それ、どこ情報なの？あゆみさん、わしずあゆみさん、一気に行こうということが思考停止でした。ああ、そうだよね。もう、怖くなっちゃうんだよね。今はいろいろなことに感覚を挟めていこうって読むのかな、挟めていこうってなりました。軽くしたい。いや、そうなんですよ。すっごく大事なことで、じゃあ例えば私のそのこの生き島プロジェクトで、まあ、移住5年満々経って今6年目に突入した時に、移住6年目でその観光地的なその自宅、大きい自宅に、ポルシェガレージに、かぐや神社に、アトリエリンゴ本店に、キューピットガーデンに、キューピットカフェに、で、ここにマンションが、さやまんが入ってくるってなった時に、まあまあ満足な結果じゃないですかって思うんですよ。移住6年目にして、まあ、見える世界でさ、それだけこう、整えて広げてきた部分があって、で、さらに、もう家族もあからさまに増えていて、旦那さんと結婚して子供3人いて、犬3匹いて、両親いて、妹夫婦がいて、で、さらに姑とも良好っていうような感じで、
で、今、スタッフもすごく、安定しててってなった時に、16年目で、とても素晴らしい結果なんじゃないかなって思った時に、やっぱり、コツコツやってきただけなんですよね。一気にやっぱりこれは無理で、やっぱ6年かかっちゃってる。一気にボンって自宅観光地化計画って叫んだ時に、まだ続くの？と思って怖かったんだけど、家できたばっかりじゃんって、家が完成したばっかりじゃんって怖かったんだけど、でも、ほんとコツ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 やってきて、じゃあ、これ今度ここをリフォームしたいってなった時に、またお金かかるってなるんだけれども、いや、もういつまでも終わらないんだったらいつまでも気がかりになるんだから、気になるんだから、まあ、発注して請求するまでちょっと請求が来るまで考えようとかで、請求が来てから考えればいいとか、なんかもうそんなことばっかり繰り返してきて、積み重ねてきて、で、今があるんですね。いきなりじゃあ自宅観光地化計画が夢だってなったって、いきなりいろんなものは作れたりはしないんですよ。で、この6年で、ここまで来れてたら、じゃ6年前と変わらず私のことをずっと悪く言ってる人も島の中にいるんですね。で、きっとその人はいろんなものに対して、スーパーとかに行っても、高っとかって言ってると思うので、ね、買わないとかやってると思うんですよ。いや、欲しかったら段取りよく手に入れていかないと、いくら時間があっても足りないし、新しい世界を自分で見ていくことはできないんだよって思うんですよ。私は、どんなに島の中で嫌われても、やっぱり、ペコペコするようなさ、自分にはなりたくなかったから、このまんまの自分で夢を叶えていきたいなって思ったし、てか変わらない自分が120%発揮する時が私の夢だなと思ったんですよ。え、じゃあさ、こう、現実創造っておまけにならない？言ってる意味わかりますか？一人の時に自分がいるじゃん。で、パートナー、対パートナーの時も自分のままでいれます。じゃ、今度世界を相手にした時に、それでも自分らしくいれるかっていうのってすごい大事なことで、そこの筋トレをしていかないと、なんか夢叶っても幸せじゃないんじゃないって思うの。変わらない自分で成功したいし、子宮頸張るの時も覚えてるんですけれども、会社員してて、なんかいい子ぶりっ子しすぎて、病気になってってなった時に、もう借金もあったし、病気だったし、お金もないし健康でもないってなって、もう体力がなかったの。いろんな体力がなくて、じゃあ今やってる片足突っ込んでる風俗を本格的に世界配信してったらどうなるんだろうなって。でも自分の、伝える力、言葉の力っていうのは私当時から自分で分かってたから、絶対有名になっちゃうなって思ったんです。で、有名になっても幸せな自分って何だろうって考えた時に、普段の自分のまんま成功することが私
の幸せだなと思ったんですよ。そこで始めスタートしたら、なんか現実創造の方がおまけだった。もう瞬く間にどんどん広まってって、だから今もそれはやってる。変わらない自分って大事だなって、もともとの自分ですよ。思ったことを言う。だからもう物件とかさ、結構交渉、金額の交渉とかさ、そういう場面って私も結構あるんですけれども、ひるまわないもんね。なんか嫌なこと言われたら言われた分だけ返すし、ちょっとイラッとした時は頭がすごい回転し始めるから、それはちょっと言い過ぎじゃないですかっていうでここで私がいい人ぶってもしょうがないしって、自分のままじゃなくお金稼ぐぐらいならお金を捨てた方がまだマシな気がする。あさみちゃんそうでしょ。 いらないんですよ。もう嘘ついてる自分だったら金いらないんですよ。もう貧乏でいいもん。自分のままでいられるなら貧乏でも金持ちでもよくって、マジで。だから一気に移住するとき本当にね、トタン小屋でよかったんだよっていう話は何回もしてますけれども、私自給自足生活したかったので、本当トタン小屋に釜があったらもう最高みたいな。古民家買うのにもちょっと高かったりするから、でも本当ボロ小屋再生とか、もう再生するのが好き好き。例えばじゃあ想像してみてください。もしあなたがこれから一気に移住するってなった時に部屋を探しました。で自分のお気に入りの部屋なんか絶対見つからないんですよ。東京、まあ都会だと自分のお気に入りの部屋がもうすでに準備されてあるから、それをどこか探しに行くっていう感じなんですけれども、島ってもう自分で作っていかないといけないんですね。だから文句言ってられないし、文句言うんだったらじゃあそれ自分でもう家を建てられるぐらいの経済力がなきゃいけないのに、お金もないのに文句言ってるただのクレーマーみたいな、移住者とか今までもいたんですけど恥ずかしかったんですよね。いや自分で作っていかなきゃいけないんだよ。でちょっとやっぱ事情が違うから都会と、いやで何でもそうだけど自分で作り上げていく考え方がもう元々ベースにある人とそうでない人っていうのがあるんですけれども、でもベースになかったら私本当ふわスピだと思いますよ。いいお家が絶対現れるみたいなどっかから降ってくるみたいな、ナイスないです。もう一気に来ても現実を突きつけられたことはいっぱいあったけれども、私にとってはそれがすごく楽しかったから、すごい最初は嫌な思いをしたにもかかわらず、やっぱりその出ていかないしここに住み続けてやろうって思えたんですよね。あ、コメントがいっぱいある。あ、リンさん、考える時点でお金のことを考えてしまいます。請求が来て考えるのか先走りすぎてるんですね、お金に対して。そうですね。で お金ってその人のなんか持ってる概念みたいなものをすごく浮上させる分野だなと思っています。まあお金をマスターするか恋愛観をマスターするかどっちかだなって思ってるんですけど、すごくいい教材なんですよお金と愛ってでも私はどっちもマスターしたいから、自ら危ない道を渡るのがすごく好きなんですけれども、やっぱりここは時間とともに成長しておかないとおかしいですよ。
だって家買うわけじゃないんですよ。あの、ビジネベルにしたら1個1万2000いくらが、これ、3年前に高いって言ってて、3年後の今もまだ高いって言ってるって、お前この3年間何してたのって。じゃあ、その他の自分の買いたいものも買ってこなかったよねって。で、買うための稼ぎ方も働き方も考えてこなかったよねってなるんですよ。年単位で考えて5年前と5年後の今ってお金ちゃんと変化してますか？ちゃんと進化してますかっていうところを問いたいんですよ。で、進化してない方はですね、ゴールデンウィーク明けにですね、ちょ、吉野経営塾の第2期生をね、募集しようと思っているので、入って入ってもうあの、お金のトレーニングでさやとりも始まったし、なんか、いつまでふわついてるんですかっていう、何年経っても変わってないって、この先も変わらないよ。相変わらず自分、変えなくてもいい自分のところに嘘を重ねて、もう嘘の自分で生きてるし、それってさ、苦しくないのかなって。ランタさん、発達障害15年悩んでいて、いい加減決着つけようと、心療内科通い始めたんですが、これも前進ですか？私も発達障害ですけど、発達障害の一番の、その、悩みどころっていうのが人との関わり合いなんですよ。で、人と関わって、あ、自分変なんだな、発達障害なんだなって思うってことじゃないですか。で、人の関わりをやめるだけなんですよ。だから心療内科に通っても変化はないと思ってください。先生、病院の先生は助けてくれないんですよ。ただその世間とは違う自分をどういうふうにこの先生きさせてあげたいかっていうところで、私は引きこもりビジネスを始めたのが四季みちょん春です。発達障害も精神疾患も同じです。結局社会と関わって自分傷つくんだったら関わらないって決めたんです。で、自分だけの世界を広めていくぞって、自分だけの正解を世間に広げていくぞって覚悟したんですよ。で、ずっと社会と関わってたらずっと自分が変だって思わなきゃいけないもん。ギクシャクしてた自分がどん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 整ってきてさ、なんか今度自分が普通基準になった。発達障害も精神疾患も世間から見たら障害者ですよ、世間から見たら病気ですよって言ってるようなもんなんですよ。で、その世間目線からちょっと覚悟を持って離脱しなきゃいけないと思うんです。誰も理解者なんかいないんですよ。自分で自分のことを理解してあげる。こういう時はこうなっちゃうな、ああいう時はこうなっちゃうなっていうのを一個一個拾い集めてって、で、自分が快適に生きれる環境っていうのを自分で作ってあげないといけないんですよ。自分が自ら与えないといけないんですよ。その結果が私は今ですよ。でも、どっか、私は今自分のことを発達障害とも精神障害があるとも、精神疾患だとも思ってないですけど、
でもやっぱどっか変だから今の結果が出てるんじゃんって思うんです。人と違うことがマイナスに働くかプラスに働くのかは自分次第だなって思ってる。だからここを分かってほしいんですよね。自分次第なんだよっていうのを分かってもらいたいですね。シホさん、現実的にいろいろ成し得がたいがために自分を何とかしようとずっとしてたけど、そのこと自体が根本から破綻してたんじゃないかって今日ずっと悶々としていました。そうなんですよそうなんですよ。だからその現実的にいろいろ成し得がたいがためにっていうところなんですけれども、何を成し得がたいんですか、成し得たいんですか、がたいじゃなかった、何を成功させたいんですかっていうところを根本から見直さないといけなくて、それってお金持ちになることだったり、なんか素敵なパートナーと出会うことだったりっていうことかもしれないけど、私はもう万人がね本当に成功したいことって自分らしく生きることの方が先行してるんじゃないかなって思ってるんです。どんな場面でも自分らしくいるって相当難しいんですよ。相手が誰であろうと自分でいられるかっていうのはもう自分と常にチャレンジしていて、で別に今じゃあコンビニで働いてますって、まあコンビニで働いてる方はバカにしてるわけじゃないんですけど、コンビニで働いてたらそこがもう練習の場になるじゃないですか。自分ビジネスしたいっていうんであれば今働いてる職場がもう練習台になるんですよ。で自分を出して嫌われないか検証してみればいいと思うんですね。てか何を成功させたいのかもう一回よくよく考えてみてもいいんじゃないのかなって。チャイさん、誰かの作った普通とか常識に自分を当てはめる必要はないですよね。確かに理解されようとするより自分を理解してあげる努力、もう本当にその通りなんですよ。もう絶対世間とか親とか理解されようとして生きていたらですね、まあ、でもねそれってすごい反射的に起きていることだから自分ではすごい無自覚無意識だったりするんですけれども、あれこれも認められようとしてやってる行為じゃねえのって常に自分を疑うって大事なことだなって思うんですけど、だからもう月商何百万達成とかっていうやつも自分らしくできたんだったら OK だけど、そうじゃなかった苦しい思いしてやったんだったらちょっと違うんじゃないのとかなるわけですよ。で、吉野経営塾の結果としては成果としてはなんかあんまりその月商いくらもちろん大事ですよ、結果を出すっていうのはすごい大事なんですけれども、そこじゃない部分を自分で確認できる人を増やしたいなって思っていて、なんて自分で自分のことを理解する、ありがとうございます。自分は誰よりも優秀な病院の先生なんで、医者なんですよ。なんかやっぱそのことを忘れてほしくないなって、誰よりも自分に寄り添える最高のドクターなんですよ自分が。
自分で知らないことは大体調べればネットに載ってるんだから、それをさらに言ってもらうために、あの、心療内科に行くとか本当に意味のない行為なんじゃないかなって私は思うし、自分にも失礼なんじゃないかなって思うんです。発達障害のまま成功してみろよって思うの。私はなんか学生の時すごいなんか優等生だと思ってたから、自分が社会に出ても優等生だと思ったら全然違くて、すごくショックを受けたんですね。あ、全然通用しねえじゃんっていうので、あれ、もうそもそもなんか人間性おかしくねとか思って、自分のことをでももう二度と社会には出ないって決めて、おこもり人生を始めようと思って、今でもそれ、そのつもりですよ。おこもり人生ですよ。なんてそこの配信聞いて、いかに周りに気に入られようとしているって分かりました。だから今モヤモヤしているんだなと感じました。発達障害のまま成功します、してくださいよ。でやっぱ人と違うことって、じゃ例えばあと、まあ、発達障害ですと、でその発達障害をさ他人に押し付けなくてもいい環境を作るというか、私発達障害だからって外にわざわざ言わなきゃいけない環境を作ってやるなよって思う。言わなくてもいいぐらいの環境って作ることは可能なんだなって私自身が経験しているので、だから人と違うことをネガティブな結果として捉えるのかポジティブな結果として捉えるかは、あの、まあ、自分の生き方次第ですよ、自分自身です、自分自身次第ですよっていうのはもう本当にお伝えしたいなと思います。発達障害こそ自分のこと変えなくていいですからね。大概さ、あの、自分は発達障害じゃないとか言ってるような人でも絶対性格に問題あるじゃん、考え方にも問題あると思うし、でも本当にパーフェクトな人っていないんじゃないかって思いますよ。だからそんな中で自分だけが自分だけがってな、すごくネガティブに浸っていくのは、あの、アホらしくないかって思うんですけど、まあ発達障害こそ変わらない自分ですよ。で、それを変えようとするから病院行くんじゃないのって思う。で、発達障害のまんま成功したのは私ですからね。精神疾患のまんま、病気のまんま成功したのは私ですからね。別に病気なんか治らなくてもいいし、性格なんか良くならなくてもいいし、発達障害だって治らなくてもいいと思ってる。だってパワーだもん。その発達障害とかね、あの、個性だっていう人いるけど、個性じゃないんだよ、パワーなんだよって思うんですよ。狂えるんですよ。自分の領域さえ守ってその中で狂ってれば絶対それを見つける人たちも増えていくんですよね。だから一刻も早く変わらなくてもいい自分っていうのを探してあげてほしいなって思うの、自分の中で。嘘ついてる自分は
変えなきゃいけないよね。欲しいのに買わないっていうのも嘘ついてますよね。本当は本当はどうしたいんだろう。自分しか聞けないんでしょ。で、これをね、他人に言われたら洗脳になるんですよ。意味わかりますか？本当はどうしたいのって。他人に言われた瞬間、それは洗脳になります。本当のことがわかる自分のタイミングって絶対存在するから、これ自分で問い合わせるしかないんですよ。ランタさん、号泣、こんなこと言われたの初めてで涙が止まりません。この配信に聞きに来れてよかった。あんまりうろちょろしてると自分見失いますよ。もうね、なんか自分と二人きりで生きていく覚悟って必要。必要。病院から見放されても、自分と二人きり生きていく覚悟必要だなって思って、私にはその覚悟があったんですよ。まあだからって言ってね、みんなにあ、じゃあその覚悟してほしいなって言ったところでさ、肝心なそのもう一人の自分と出会えてるのか出会えてないのかってすごい大事なことだなって思うんですけど、うん、本当はどうしたいのかっていうところだけでですね、私もなんか生きてこれた実績があるので、大丈夫だって言うしかないんですよ大丈夫だって言うしかない。ただやっぱりその根底に流れる自分の意識っていうのは、あの、自分らしく自分のままで生きたいっていうのがあった。これがもうノンストレスなんですよね。このまま実行したら何が起こるんだろうって、どうなるのかわからない恐怖を、どうなるのかわからない楽しみに変えるっていうのは最強の設定変更っていうことで、怖いことは楽しみ、怖いイコール楽しみに変えて、あの、今日まで来たらですね、まあ、生きに来てから6年目ですけれども、まあまあ、まあまあ結果出てるかなって、満足の結果出てるかな、上等上等って自分でも思えるし、自分ビジネス始めて13年経つんですけれども、13年、ちゃんと立ってるなって思いました。13年のこの変化、その、流されずに自分の意思を持って想像してきた現実っていうのが、ちゃんと、あの、記憶として残ってるので、結構楽しいんだなって思うから、この先もやっぱどんどん想像していきたいなと思うんだけれども、もう一個今日皆さんに伝えたいのが、現実を変えるっていう言葉が、ちょっと、おかしくねえかって思ったんですけど、現実は変わらないって知ってました？現実は変わらないよ。現実はどんどん想像されるものですけれども、現実を、あ、変えたい現実があるっていう感覚から間違えてる。あ、あさみちゃんめっちゃわかるよかった現実は変わりませんよ。
で、現実は変わると思ってるのかな。で、ただの執着になってる人いるよね。なんかつい最近発覚したんだけど、そんなことあると思って、いやでも勘違いしてる人いっぱいいるだろうなと思って、普通にね、嫌な現実があったらなんかそれを変えたいっていう発想に逃げないで、じゃあ自分はどうするかなっていう、ただのそのゲームの中のゲームの中の敵が現れるっていうか、障害が現れるっていうだけで、それだってクリアにしていかないといけないんだけれども、自分でクリアにしようとせず、もう現実が変わればいい変わればいいって変わんねえぞって、それクリアにしたら、まあ、物理的に変化はしていくけれども、なんか今現行に嫌な現実があって、バチャンってチャンネルが変わるように変わるのかなって、ねえからって思うんですよ。すっごい恐ろしいなと思って、それってどんどんうつ病になっていかないかなって思うのね。変えたい現実があって、で、チャンネル変えるみたいにパンって切り替われますよって、ねえからみたいな。あ、それじゃこの間までラスボスと思ってたのがスライムに感じるだけって、ラスボスとか懐かしいですね、ラスボス。まあでもそうだよね、乗り越えなきゃいけないものが目の前に来た時、毎回ラスボスだと思ってたよ私も。さやちゃんは現実ではなく自分の何かを変えるのかな。だからさ、変えるっていう発想自体がおかしいんだよって、変わんないんだって。変わんないんですよ。ただ自分の本心伝えるとか、自分の動きたい動き方をするっていう、あ、だから死にに行くみたいな。死にに行く。楽しみに。志保さん、って死ぬほど現状が嫌だったので一つずつコツコツいろいろやってみたんですが、衝撃すぎます。あー、どういう現実なんですかね、志保さん。だから変えたい現状があってにもかかわらず、そこから逃げて、なんかその家事とかその生活のことコツコツやったって変わんねえよって、ここに直撃しないといけないわけじゃん。なんか自分のハードルがなんか高くないば変わるとか、生活コツコツしてたら変わるとか、なんでここに直球でいかないのっていう。これなんか変わるっていう行為なんですか、このなんかがあって変えたい現実があって、これブスっていくだけで、なんかこれ変化っていう言葉、あ、似合わなくない？
方を変えるっていうもおかしいし、波動を変えるっていうことでもないし、なんかもうブスっていくだけなんですけど。伝説の、突然伝説の武器もらったり、選ばれて超変身的な。ああ、私、じゃ例えばマリオで例えた時に、スターとかキノコいらないもん。スターとかキノコでさえ私にとっては障害なんですよね。運がいいっていうのも障害。だから平常心の自分っていうのを私はどこまでもこよなく愛していて、ただたまにこのね、じゃあ装飾品アイテムでわーって着飾った時の自分とかも好きなんだけれども、そういうシーンが多くても、なんかじゃあ例えばパートナーに愛される理由は華やかな格好をした時に綺麗だからではないよね。結婚とかしたらさ、なんか普段の自分のまんまでも性格悪かったりさ、雑だったりする時とかあるじゃないですか。あの、まあ、結婚生活とか長くなったり、付き合いが長くなったりすると。でも、それでも、なんか、愛されてるって、あ、自分大好きってなる。なんか変えるとかっていう、慣れてきて普通になっただけな気がする。そうだよね、そんなに気にならなくなるよね。ああ、私だったら今子供とか見てるだけでイライラするんですけど、もうじゃあ私がイライラしないことを考える。でもそれはちゃんと子供とどういうふうに関わるか、休みの日はどうするかっていう、その具体的な方法だったりするから、子供にイライラするから家事をいっぱいするって、それは変わらないなとは思う。だからイライラしすぎて、もう嫌だから思ったこと言うとか、思ったことを伝える。それでちゃんと動いてもらうとかまで対処しますよ。あ、そうです。スタートキノコが障害って、さすが来すぎる。そうなんですよ。どこまで行っても見える世界からアクションを起こすさやちゃんの考え方がめっちゃ好き。いやー、そうだよね。だってなんか見えない世界ってあえて見るものじゃないと思ってるんだよね。そのレベル低いっていうか、見えない世界を大事にしている人はすごいレベルが低いなって私は思ってるんですよ。だってもともと見えない世界の住民だし、見えない世界を一生懸命見なくたって、見えない世界は当たり前にあるわけで、そこの住人なんだから、なんかせっかく見える世界にいるのにわざわざ見えない世界を見るって死んでからでよくないって思うんですよ。
だから全然スピリチュアルの勉強してなくても、目の前に起きたこと、これ自分どうしようか、ドキドキ、どういう結果が出るんだろう、ドキドキ、私は何を言うんだろう、ドキドキっていうので終わってる。だ、見えない世界を大事にしてる人こそさ、こう思ってることって見えない世界じゃん、このハートの中とかって。それを口に出さないじゃん、見える世界にバーって放出しないじゃない。で、それでなんでスピリチュアルのこと勉強して現実変えようとしてるんだろうって思うの。いい加減やめてくれよって思う。あ、例えば私はリンさんのさ、霊能セッションみたいなやつをよく相談するんですけれども、霊能って結構見えない世界って思われがちなんですけれども、じゃあ私どういうタイミングでリンさんに連絡するのかっていうと、なんか変なんです体が。で、なんか取り付いてないですかねって聞くんですよ。だって見えてない、取り付いてるものは見えてないんだけど、なんかいつも痛くないところが変に痛いわけですよ、肩とか。なんか絶対違う、絶対これ私じゃないっていうのが分かる、私の痛みじゃないっていうのが分かるんですよ。自分の痛みは分かるんですよ、別に体なんていうの、万能ではないですから、100点満点ではないですから、やっぱりどっか癖があって、どっかカバーして痛くなるところって決まってるんですけれども、それは自分の痛みね。でも自分の痛みじゃない痛みがあるんですよ、たまに。そういう時にリンさんに電話して、なんか取り付いてないですかねって聞くんですよ。すごいよ、いつも取り付いてます。だから取り付いてなかった時一回だけあって、その時は、さいちゃん、それはこれから何かが起こる前兆みたいな、その、女神が蘇る時みたいな、女王が蘇る時みたいな感じで、で、だってそれすらもめちゃくちゃ体が冷たいっていう現実だったんですよ。すごい冷たくて冷たくて、で、リンさんに見てもらっても、あ、冷たいって、電話ですよ。冷たい、なんでそんなに冷たいのって言われるぐらい、もう、遠隔でもわかるぐらい冷たかったんです。だからその時はなんか取り付いてるんじゃなくって、蘇りだからこれから何かがまた始まっていくっていうタイミングで、で、本当に始まったからね。本当に始まったからね。でもそれはちゃんと体が冷たいっていう現実があったから。だから見える世界と見えない世界って絶対リンクしてるから、見えない世界ばかりに傾倒しすぎてると大事なものを見失いますよっていう。あ、リンさん、それをちゃんと見分けてるのがすごいと思います。私も今自分で喋ってて、あ、なるほどねと思って、自分の痛みじゃない痛みがあるっていう。そうそう、あの時死んでるかと思うぐらい冷たかったですもんねって。ねえ。な、いや、すごい、でも、それ聞いて、楽しくなったね。この先どうなるんだろうって思って。だから、さやまんの話と、あと、立て続けにですね、なんかずっと欲しかった土地の所有者から連絡が来て、買ってくれって言われたんです、最近。うわぁ、すごいと、こんなタイミングで起こるかなとか思って。どんどん今進んでってるんです。え、もっともっとこれから起きていくだろうなって。そう、見える世界から見えない世界を感じるみたいな。そう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 。で、うちの前に古墳があるんですけれども、まあそれ誰が入ってたかなんか全然わかんないんだけど、リーさん曰くなんかそこの被葬者じゃないかっていう、そこに埋葬された女の人のが、まあその土地の女王みたいな感じで、で、それがさやちゃんにメッセージを送ってて、その
女王が蘇るんじゃないかみたいな話やったんだけど、で、へえじゃん。へえなんだけど、え、なんかそれに該当するような現実ってちゃんと起きてるから、その土地絡みのことで、土地とか物件絡みのことで、なんかここら辺一体その人の持ち主だったのは考えればわかることで、私もそうなるのかなとかって思って。まあまあ、またみんなにね、報告することがね、どんどん増えていくんじゃないかなと思うんですが。あ、ゆみこさん。うん。現実を変えたい具体的なもの、例えばパートナーが欲しいとか、関係性を良くしたい、良い仕事に巡り合いたい、お金に困らないようになりたい、心身の不調状態から元気になりたいなどかなと想像しました。なんで今黙ったかというと、今そのパートナーが欲しい、関係、パートナーとの関係性を良くしたい、良い仕事に巡り合いたい、お金に困らないようになりたい、心身の不調から元気になりたいっていう、まあお悩みを私に置き換えた場合ですよ、全部答えると、なんかパートナーが欲しかったらパートナー作ればいいし、パートナーとの関係性を良くしたかったら、あのパートナーと話し合えばいいし、良い仕事に巡り合いたいんだったら自分で仕事を作ればいいし、お金に困りたくないんであれば困らなきゃいいし、心身の不調状態から元気になりたいのであれば、不調であることを責めなきゃ、責めなければ元気になるのになって思うんですよ。お金に困ってるのは、頭だけですよね。アイディアはいっぱいあるし、1億足りなくてもね心身の不調があったら私は寝てる、パートナーが欲しかったら本当に作っちゃうし、パートナーとの関係性を良くしたいってっていう悩みが出てくるときって、そもそも好きなのか嫌いなのかっていう問題だったりしない、なんか別れたくない、別れちゃいけないから別れられなくて、本当はもう好きじゃないのに、なんか続けられる方法を考えてるとかですかね。現実を変えたかったら、その変えたいこと自分から突っ込んでもうぐるぐるいじり倒せばいいじゃんって、ただ触れずにして変わるっていうことはありえませんよっていうことを伝えたいんですね。だからこう、いかに自分の欲求に自分で答えてないかって、答えてない人が多いのかっていうところを、何年も喋ってんのに、なんで減らないんだっていうねえあさみちゃん何年も伝えてるのに
なんでまだ自分の生きたいように生きれない人がいるんだ、減らないんだっていう。なぜですか？その間に私どんどん先行っちゃいますよ。なんかもう脱ふわスピとか言ったけど、全然まだふわスピの人たちっていっぱいいるんだなって思います。現実がチャンネル変わるみたいにガラッと変わる。お金は天から降ってくる。ふわスピってすごいいい言葉だなと思って。なんかやっぱりその見えないものに興味を持つことが人間としてすごく崇高な考え方だみたいな、高貴な考え方だっていう、あの 常識というか概念って全然はびこっておりまして、なんか面白い感覚なんですけれども、私もすごくスピリチュアルな世界がすごい大好きなんですけれども、それでもあの現実主義者で入れたのは、なんかそのまんま見えない世界だけ追い求めたら、なんかね、先祖を捨てるような気がしたの。どういう感覚だよって突っ込まれそうですけど、スピリチュアルな世界が好きだからといって見えない世界ばかりを追い求めたら先祖を捨ててしまうような気がした。先祖が私にまで肉体をつないだ意味がなくなるなって思ったんですよね。私は自分のボディをとても愛しているし、やっぱこのボディを遊ばせてあげたいなって思ったし、愛される体感、愛する体感っていうのを体験したいなと思ったし、あ、すみちゃん、パートナーは作ると決めたら作れるし、お金はやりさえすれば稼げるし、体は食う寝る出すで元気になりますって。そうなんだよね、すごくシンプルなことなんですけれども、なんでやんないのかなと思って、だからやんない間にやった人に追い越されちゃって、でまた自分のこと嫌いになってこじれてみたいな。でなんかそのじゃあいろんなコミュニティとかいろんな団体とかいろんなイベントに参加するのはいいんだけれども、やっぱりそれって自分のために参加しないといけなくて、自分のそのなりたい自分のために参加しなきゃいけなくって、たださ、何の努力もできない自分をごまかすために群れてほしくないなと思うんですよ。わかる？何にも努力できない自分をごまかすために、あのだってみんなで騒いでればそれはさ忘れられるわけじゃん、自分が実行できていない、行動できていない。でも集まったっていう行動はしたみたいな、それでその中で行動したことになっちゃったりんですけれども、稼ぎ方を学んでやるかやらないかの差しかないと思います。みんなやり方知ってるはず。知ってるんだよね。知ってるんだよね、絶対。だって私だって誰からも学んでないもん。自分らしく生きたいって思った一心で、あの全然形になったから、
あ、リエさん、見える現実から逃げた結果、フワスピ直線でしたからねって。どんまい。いや、もう経験者の話はすっごい面白いなって思う。志保さん、現実を変えたいって言いながら結局一番に現実的に対処しなきゃいけないことから目をそらすために現実創造とかなんとか言って逃げて努力したつもりになって言い訳してただけだなってお話聞いて思いました。だったら志保さんさ、結構さ前からコメントくださってるの知ってるんですけど、何もしてなかったってなるじゃないですか。だから面倒くさいことをしてくださいって言ったじゃん。一番めんどくさい、もう一番やりたくなくてめんどくさいことをちゃんとやったことリストに書いていかないと、なんかこう、いや、本当やったことリストが本当なんかただの生活をこなすだけのノートに、生活をこなしただけのノートになってしまうよって、全然こう魔法のノートにならないっていう。でも今分かってよかったですね。やらせてあげたいことはやらせてあげない、自分にやらせてあげない、やりたいことは自分にやらせてあげるだ。なんかその現実創造ってすごく魔法的に捉えている方もいるかもしれないんですけど、なんか魔法じゃねえよ、ただやっただけみたいなところありますよ。私だって着実にこうやるって決めて、やるって決めるっていうのは自分の中で決意するじゃなくて、もう先方にこの工事お願いしますっていうのがもうやるって決めたってことですよ。外部を巻き込んでるし、外部を巻き込んだらもうお金払わないといけないし、もうお金ない、どうしよう、まあ、集めるとかどれで稼ぐとかで、でもバタバタして死にそうになるときあるんです。怖くて、一瞬、わーって怖くなるときあるんですけど、いやいや、請求来てからでも全然間に合うから、今は、まだ請求来てない今を楽しもうみたいな。そのうちいいアイデアが出てくるなとか、でもずっと今日は気にはしてるんですよ。あさみちゃん、自分ビジネスしたい、やりたいって言ってて、ブログ書いたり自己開示をやらない理由がわからない。そうなんですよね。だったらさ、ちゃんと雇われて働いてたらいいのにさ、それも嫌だ。じゃ自分ビジネスしたいです。ブログ書くのも嫌だ。自己開示も嫌だとか、超意味わかんないとか思って。じゃあ株やれば株と思って。じゃ勉強するの嫌だでしょ。何すんねんって話じゃん。なんてさ、やったから各行動現実が変わるんですね。まあ念じただけでは変わらないですよね。でもそこってやっぱり痛みとしての覚悟をさ伴いたくないから、やっぱフワスピの人たちは念じるんであってさ、なんか楽しいことをやって波動を上げてとかって、そういうことしてて、まあそのやっぱ一瞬爆発的な何かは起こるかもしれないんですけれども、後が続かないし、知らない間に自分を疲れさせてるんですよ。テンションを上げちゃってるから。あれはもう薬物と一緒で、何肺だっけ？集団を英語でなんて言うんだっけ？で集団肺っていうのがあって、そこでもうハイテンションになった時点で自分らしさって失ってるじゃない？でどんどん疲れが溜まってて、自分に嘘ついた分だけ
疲れが溜まってってやっぱり1ミリの狂いもなく仕返しっていうのが来るんですよ。自分からの恨みつらみが来て倒れるんですよ。うつ病になるんですよ。そんなことしてるうちにコツコツやってる人に越されるよって思うんですよ。私もはるちゃん時代さ、そういう人って結構いっぱいいたんだけどさ、私より年上の方々がさ、でさ、コツコツ痛みを伴いながら行動してたから、越すんですよ。結果がその人たちを越すんですよ。めっちゃひがまれましたもんね。でも私は思って、当たり前じゃんって思ったもん。そんなのらりこらりさ、いい面こいてその面撒き散らしてる間に私はどんどん痛い思いしたからねとか思ったもんね。別に越そうとも思ってないしさ、競争しようとも思ってないしさ、すごいめんどくさいこと超いっぱいやったよ。てか見えない世界とか奇跡とかさ、傾倒しすぎると偏りすぎるとやっぱり輝いてる他人になりたがっちゃって、自分の本当の幸せ、自分が本当に求めている幸せすらもわからなくなるから、生きる道がわからなくなるんですよ。自分一人で生きれなくなるんですよ。一人でこういう風になりたいとか目標を立てたりすることができなくなるんですよ。で、一人になるのも怖くなるんですよ。その中で本当に夢って叶うのかなって、で叶ったとしても幸せなのかなっていうのは分かんないじゃん、それ。っていう話でした。今日はテンション上げてこうは体力がついていかないです。そうだよね。私ね、それね、会社がそう体育会系だったので、なんかもう朝の朝礼とかあってさ、もうついていけない無理と思って口パクでやってたら途中でバレた。ジロって睨まれた。はははははこんなの普通じゃないよとか思ったもん。そうって、まあ話を戻すとですね、今日のまとめはですね、変わらなくてもいい自分と変わるべき自分を見定めようっていう話でしたね。だからランタさんはすごくいい例えとして、今日降臨なされましたが、発達障害だが病院通ってるっていう、発達障害こそ変えなくてもいい自分ですよね。でも発達障害って自分で思うくらいだから、やっぱりその発達障害抜きにして自分は人とは違うんだっていう主張があるんだと思うんですよ。だそこをさ、じゃあ人と違うから人と違う現実を作ることができるかもしれないって OK じゃない。私はそうやってきたよ。孤独だったけど、人と違うから、人と違うっていうこのフレーズだけを取ったら
なんか全然ポジティブな方に変換できたというか、同じ言葉でポジティブな方に、だからこれが書き換えだったんでしょうね、設定変更だったんでしょうね。自分がこうだってことは、先祖の願いを叶えるためにも必要な性格を、必要な障害を与えられたって思ってやってたよ。世間の波に飲まれちゃいけないよって思う。ゆみこさん、やったことノート、ちょっと面倒なことくらいまでしか書けてないと気づかせてもらいました。そうでしょう。もうやったことリストはさ、もうたまにチェックした方がいいと思う。最近めちゃくちゃ面倒くさいこと書いたかなっていう。すごいめんどくさいことたちをすることが快感になってくるからさ、変わらない自分と、変わらなくていい自分と変えるべき自分をちゃんと仕分けして、自分を整えていく行為なんですよ、それ。自分のままで切り開いていくっていうので、そうじゃないと何もできないで、成し遂げなきゃいけないことなんか一つもないんですよ、人生において。でも成し遂げなくてもいいけど、やりたいことはやらないと後悔するよね、死ぬ時に。やってみたいこととかいっぱいあるはずなんだ、欲があるから。人にはじゃあなんでさやちゃんエキシムプロジェクトとかやってんのって、息の発展のためにとか。暇だからだよ。やってなかったらめっちゃ暇だっただろうなって思う。だからなんかせかせかしたりさ、ハカハカしたりさ、ドキドキしたりするのはさ、すごく私にとっては刺激的でさ、お金が足りなくなって、あ、どうしようとかってなるけど、なんか別に生活にまで影響は及ばさないから、なんかやれるところまでやってみようって。ゴールがわからないけど、多分、動かされるから、そこまで行かないとなっていう。暇でしょ。暇だったから、理由がかっこよすぎる。暇でしょ。なんかもうさ、この前なんとなく思ったんだけど、私の会社の経営の感覚って、なんで人と話が合わないのか、ちょっと分かった気がして、会社の利益じゃなくて島全体の利益を考えてやってるから、経営の話が噛み合わないだよね。なるほどって言って自分でも分かってなくって、いや、じゃあ例えばこのカフェを作ることによってこうなってこうなってこうなって島に来る人が増えたらいいね、そしたらホテルだって旅館だって儲かるし、その他アクティビティだって観光の人がお金を使ってくれるから、もうなんか全体的にお金が分散されるじゃんって。でそれと、あとなんか離島なんとかなんとか制度みたいな感じで、離島だから国から入ってくるお金があるんです、この島にドーンって。でそれに頼らなくても良くなるような島づくりって、こう
工場的に観光客がたくさんいればいいわけだからとか、だって移住者増やしたら島の税金回収が増えるしとかって考えてて、でこれ なんでカフェで利益を上げないといけないのっていうカフェも新築新しいからどんどん利益出していかないとねって結構いろんな方に言われるんですけど、なんでってもうなんでって100円とか200円のさ、もうただでさえ安いのにさ、100円200円そんな小銭だってお金なんですけれども、そこってなんか頑張るとこなのかなとかって分かんないんですよだって明らかに私のファンだってカフェができたことによって前より息に来るの楽しくなった方もいるじゃないですか。実際に本当の利益ってその息に楽しみを楽しみの気持ちを持ち込んでくれることが本当に利益だなと思ってるので、なんかそんなことしてたらいつかなんか莫大な利益どっかで出るんじゃないのかっていう話ですよ。うん、なんか建物建てるとね結構ある、 利益出さないとねとかっていう話が、なんか気分はもう立った瞬間元取った感じなんですよねまあ今日もちょっとね長くなってしまったんですけれども、変える自分、変わらない自分、考えてみてください。食べたいものが増えすぎてたくさん通いたくなってます。ありがとうございます。これからもメニューどんどん増えていきますからね。ありがとうございます。ではね、おやすみなさーい。